男らしくというか歴史に名を刻めるような未来のスター選手へ、高校ビッグ3の逸材が福岡に。九国大附属高3年佐倉京志郎。不安はもちろんありますし、まあ、それでもワクワクの方が大きいので。運命の日を楽しみに待つ強心臓ぶり。彼にはあの高選手を彷彿とさせるパワーと野球センスが。この後たっぷり。こんばんは。さあ野球ファンの皆さん、もうこの季節ですよ。ドラフト会議まであと1週間となっております。あっという間ですよね。今日はですね、注目の福岡勢を紹介していきたいと思います。高校ビッグ3の逸材、なんとホークスのあの人級のパワーと野球センスを兼ね備えているんです。男らしくというか、それで歴史に名を刻めるような。17歳にして球史に名を残す未来を思い描く男。自分の名前好きですし、そこは誇らしく堂々と野球ができたらと思います。その名は佐倉京志郎。体重103キロの巨体から高校通算31ホームランを放ったスラッガー。九州国際大附属高校で1年から主軸を張り、甲子園には3度出場しました。アメリカ留学を決意した花巻東の佐々木麟太郎選手や、ドラフト上位指名候補の広陵真鍋慶太選手とともに高校ビッグ3の一角に。ドラフト注目の的になりました。その2人と比べられてもらってるっていうのは、まあ、まず野球してる人からすればもちろん嬉しいことだと思うので、また次のステージでその選手たちに負けないようにやっていきたいと思います。超高校級のスラッガー、気になるセールスポイントを自己評価してもらうと。これです。注目ポイントは何といっても驚異的なパワー。当たったら飛ぶっていうのは自分の持ち味だと思うので少し高めに評価しました。そのパワーを上回る自信を口にしたのは声。プレーだけではない、キャプテンシーも超一流。試合中の声っていうのは、まあ、誰にも負けない自信があったので、まあ、ピッチャーの声かけだったり周りの、まあ、少し落ち込んでるような選手っていうのは声かけやってきた自信があるので。規格外のパワーと頼もしさを兼ね備える様はまさにギータ。久留米市出身の佐倉選手、野球を始めたきっかけもホークスにありました。すごい自分の家がソフトバンクのファンなんですけど、そういうので昔からテレビで見てましたし。ホークスと共に成長を遂げた大砲、もちろん憧れはホークスが誇る強打者。だったら誰が好きだったんですか。昔は明石選手が好きでした。なんと意外にも憧れはパワーヒッターではなく器用さが売りだった明石健二コーチ。かっこいいなと思ってました。今はちょっとかけ離れた体型というか全然違うんですけど、昔はすごい好きでした。明石選手みたいになりたいというふうに思ってた。思ってましたね。その言葉通り、実はプレースタイルに通ずるものが。皆さんもう周りの方はもうバッティングとかパワーとか言われるんですけど、守備に関しても走塁に関しても本当にセンスがいいところが彼の特徴なのかなというふうに自分はこう3年間見てきて思ってます。パワーに加え明石コーチを彷彿とさせるセンスを併せ持つ有望株。運命の瞬間を今か今かと待っています。ドキドキというか不安はもちろんありますし、まあ、それでもワクワクの方が大きいので、まあ、それまでは自分ができることをしっかり準備して待ちたいと思います。運命のドラフト会議はいよいよ来週木曜日です。ちなみにですけどもね、特技は器用さとパワーが問われるボーリング、最高スコアなんと244ということでね、すごい、何もかも超高校級ということでね、さくら選手ドラフトで注目してみてください。さあそして続いてはこちらです。いよいよ来週から新体制がスタートするホークス。
首脳陣にも新たな動きです。今日ドームを訪れたのは森博之ヘッドコーチ。藤本監督と共に今シーズン限りで退任する見通しとなりました。工藤監督時代の2019年から主に作戦面を担当し、ホークスの日本一に貢献、参謀役として手腕を発揮してきた森ヘッドコーチ。三軍監督を経て去年から再び一軍の舞台でペナント奪還を目指しましたが、2年連続で優勝を逃し、今シーズン限りでの退任が濃厚となりました。ということでホークスなんですが、来週の23日にこれ全体練習を行う予定だということで、新体制も、動き出していきますので、今後もですね、モモスポ最新情報を、たっぷりとお届けいたします。